で、せっかくやって、まあ、ブルマンを。ブルマン。ブルマンで。まあ、大体、相場で言うと、一杯1000円だった。マジで、うん、自分で焼いてます。そんな高級なの自分で焼いて、まあ、うちあの焙煎もやってる。あ、そうだね、焙煎機。じゃあ、そもそもコーヒー屋さんやってるから。そうだよね。で、それで、まあ、一応ブルマンをして、今、自分でやってるんで、まあ、せっかくなんで。ありがとうございます。で、これを見るって、これ、ポータブルを見るんですけど、ボタン一つで、もう、そのままこう。え、何一回押すだけ引いてくれる。あ、もう引いてんだ。すごくない？細かさは5段階で変えれて、あ、引き具合が変わるところで、さっきちょっと引いて、ね、すごくないこれ、すごくないこれ、え、ちょっとすごくないこれ、相当便利、すごくね、で、今日のドリップは、ちょっと珍しい。普通は円錐型、円錐型、台形みたいな形で、今日はちょっとカップケーキみたいな。ほんとやん。で、これ、ウェーブドリッパーって言って、雑味がすごい出にくい。誰でも入れやすい。すごく簡単で美味しくできるって言われて、見栄えもいい。かわいいよね。そう。で、これをこう、入れてきます。かわいい。まず、あ、お湯が、あれか。まあ、すげえ。こいつが、どんどんこう、やっている間に、こうやって準備をしていく。ドリップするときは、このちっちゃい、この、コーヒー専用の、ドリップ。そう、細口で、適量をこう、購入しやすい。普通のやかんって、口が太いから、なかなか、なんていうの、バランスよく購入することはできないけど、これだったら、バランスよくすると、一定の感覚で購入。へぇー。さすがコーヒー屋さん。あ、もうすでにむちゃくちゃいい匂い。すげえ、いい香り。で、本来だったらこのまま入れちゃうんだけど、ほう。これは、まあ、あ、オフですね。うん。これは、紙の匂いを今から取ります。紙の匂い？紙自体に匂いがあるから、熱い、熱い。これ熱い、これ。熱い。絶対熱い。パウダーで髪の匂いを取るためにこの髪にお湯を投入するんです。髪の匂いを取る、そう髪の匂いとかするの？髪の匂いって髪に匂ったらさ、パルプの匂いがする。髪の匂いあれがね、移ったりするんだよ。ほー。それを防ぐためにこれを置いて、このままじゃ浮き出ちゃう。うん。これをね。ほう。で、こうやって髪の匂いを取る。へぇ。これ取れちゃう。これで取れちゃう。あと、投入した時にもしこのまま濡れてない状態で豆入れちゃうと、投入した時に豆の一番いいところが、この髪が吸っちゃう。あ、一番だしって、一番だしが吸っちゃうから、それを防ぐために先に投入するっていうことも意味合いもあります。で、それってさ、普通のそのコーヒーフィルターみたいなやつあるじゃん、いつものとか普通のやつ、うん、もう同じ感じ？同じだよね。まあ、
紙の匂いがほとんどしないやつがあるんで、それはそのまま入れても OK なやつもあるけど、ウェーブフィルターはちょっと紙の匂いが強いので、できるだけ入れた方がいいかな。お湯を通した方がいいと思います。じゃあ追加のお湯入れます。おーい、変則的に 12g 入れたので、え、通常何 g？ まあ、10から14の間で作るんですけど、まあ、作る量によるけど、まあ、こいつの許容量が 25g ぐらいなんで1回、うんうんうん、だからまあ 12g ずつ入れようかということで、で、とりあえず1回12。で、この状態で、美味しいコーヒーの、黄金比率っていうのが、よく言われてるのが16対1って言われてます。なんだろう、その16対1。粉の量に対して、豆の量に対して、16、1対16にすると、バランスがいいって言われてます。これは、引き目とか、豆の個性によって変わってくるので、まあ、安全にいきたいんだったら1対15ということは今 12g 入れました。はい、かける15 180cc を投入すると、まあ、ちょうどいいんじゃないかっていう計算。今から 180cc を投入します。なるほどね。でこれも時間があって、時間なるべく3分以内に落とした方がいいんですけど、ウェーブドリッパーは投入が早いんで落ちるわけね。ほうほう、だから そう気にしなくていいですね。で初めに大体豆の2倍の量のお湯を入れます。つまり今 12g 入れたんで 24g を入れて蒸らします。おー、はい、で約これで、まあ、30秒か40秒です、ね。まあ、この間にお湯が豆の中の奥まで浸透していって、まあ、隅から隅まで豆の成分を出していきます。もういい香りする。で、これをもしそのまま一気にガーって入れちゃうと、うん、薄いコーヒーですね。ああ、そうなんや。そうそうそう、絶対初めは絶対ね、蒸らしました。できたらウェーブフィルターだったら、まあ、1等で入れてもまあ悪くはないんですけど、まあ、できたら2等ぐらいに分けた方がいいかな。まず100等入れる。で、なくなる前にある程度減ってきたら追加であと残り半入れるわけです。で、このウェーブフィルターのこのヒラヒラになってるところ、うんうんうん、これがあのコーヒーのアクを取ってくるよね。つまりその雑味を取ってくる。はい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 。で、その雑味が取られることによって、まあ、よりクリーンなコーヒーになる。で、これは普段は自分でそれを調整したら取っていくんですけど、ウェブフィルターはすごく簡単で、これ勝手に自動的にやってくれる。おー、はい、ちょっとね、効き目が荒かったんですよ。だからもう早めに落ちて、だいたい3分以内ですけど、今1分50秒、お約1分50秒で落ち切ります。ちょっとかな。コーヒー自体がちょっと浅めに焼いてます。粗めだったからもうちょっと引いてみよう。もうちょっと細かく引いてみよう。めちゃめちゃいい香りがする。いただいていいですか。あ、どうぞ。いただきます。いただきます。うわー、なんかさ、なんなんこの口当たりの違い。そう、まあ
通、まあ、インスタントコーヒーとは比べようがないけど、普通のその、まあ、一般的に売られてるコーヒー、もう引かれて売られてるコーヒーと、まず一番の違いは香りの強さがまずそもそも違う。全然違う。っていうのと、で、もう一つは、その苦くない。うん、苦くない。苦々に、あの、どんなに深く焼いてもやっぱ苦みが普通にこう置いて、もう時間が経ってるコーヒーに比べると、苦みに嫌味が全くないので、コーヒー苦手な方はぜひ、あの、一回、ちゃんとしたね、コーヒー屋さんの豆を買って、まあ、コーヒーの焙煎のね、してるところで買って、でそれで自分で挽いた新鮮なコーヒーを一回飲んでもらう。めっちゃんこうまいぞ、これ。できたら、めちゃんこうまい。できたら深入りよりは、あの、まあ、浅入りというか、まあ、まあ、中入り、いわゆる中入りって言われるものなんですけど、まあ、コーヒー屋さんに行って、あの、中入りの、豆をくれませんかっていうと、くれます。で、苦くない方がいいっていうと、ちゃんと苦くないものをくれます。オーナー自ら、ベニーズコーヒーオーナー自ら。コーヒーはね、あの、もうあれなんですよ、流儀とかはないんですよ。もう美味しければそれでいいんだよ。もうその人が楽しく飲めたらそれでいい。やっぱ一応入れ方の基本ってのあるけど、それをいろいろアレンジして入れるのもまたそれもまた、それはそれで楽しいっていう。まあそれだからこそいろんな抽出の仕方があって、普通にドリップだけではなくて、例えばそれは紙でやってますけど、布でドリップするのはネルドリップ。布で、あの、これが紙じゃなくて布でドリップするとネルドリップっていう風になって、なんかその言葉は聞いたことあるよ。柔らかい味だよ、それこそ、うん、布の方が柔らかい。柔らかく感じる。で、成分がよく出る。十分や多いけど、いや、これもう全然違う。全然違う。ほんと。で、もっと言うと、他にいろいろなのが、その、サイフォンか。うん。と、もう、あの、まあ、あと何だろうかな。それこそね、一番雑味が出ないのはね、水出しコーヒーって言われる。あ、水出しね。温度帯が高ければ高いほど雑味が出やすい、まあ、要するに成分が出やすいけど雑味も出やすくなる。で、温度帯が低くなればなるほど、あの、雑味は出ないけど成分も出にくくなるから、ちょっと物足りないコーヒーになっちゃう。で、なんで高い温度の、要するに熱湯を使ってドリップとかというと、時短にするため、時間を短くするため。え、時短のためだけなの？時短のためにやってる。要するに、あの、時間をかけていいんだったら8時間ぐらい置いて水出しで冷蔵庫の中に入れとっても全部出る成分。徐々にね、はいはいはい、そっちの方が雑味が出ない。要するに強引に出してるってことだね。ああ、うん、なるほどね。けどいい豆は強引に出して もういい成分しかないから、もうあいいのしか出ないってことね。いいのしか出ない。へえ。何が一番いいかっていうのは、自分が楽しい、飲むのも楽しいけど、入れてる時間が贅沢。ああ、それはちょっと思った。入れてる時間があるっていう、自分の人生が贅沢って思う、すごいアイテム。なんかちょっとかっこいいこと言ったね。いや、結構かっこいいこと言ってる。ちょっとかっこいいこと言ったね。いや、でもなんかこうやって一杯に時間をかけて飲むって贅沢だよね。もう、あの、ちょっとワインに通じるところがあって、ワインは、あの、お酒が飲める人じゃないと、まあ、飲めない。で、あと時間がかかる、熟成に。はいはいはい、ワインができるまでね。そう、10年もの飲むためには10年かかるから。うん、コーヒーもちょっと同じようなところがあって、やっぱこういうコーヒーが飲みたい、ああいうコーヒーが飲みたいになると、やっぱその国を楽しむために一つずつこう自分で入れて飲んで楽しむっていう。で、その時間が、焼いてすぐに飲む人もいれば、1週間経って熟成させて、2週間経って熟成させてって言って、その好みで分ける。だから要するに、ちょっとあのワインの寝かせ期間の短さが、長さが要するに短いバージョンだから、結構自分たちで楽しめる。あ、そんな何年も置かなくていいってことね。でも味は確実に変わる。
変わるの。変わる。やっぱ2週間置いた方が。焙煎してから置くん。焙煎してから。じゃあその焙煎の仕方、なんかその深入りだとかなんとかって、うん、その入り具合でも変わるし、置き具合でも変わると。変わるし、もうなんていうの、その豆の最大の個性が出るところの焙煎っていうのがあるから、それを目指していくのがまあ焙煎師。でそこにドンピシャで来ると、すぐに飲んだ方がいい豆と、ゆっくりずっと置きっぱなしにして、しばらく置いて熟成させた方がいい豆っていうのが、いろいろこう個性があるので、それを見つけていくっていう。豆に個性があるのね。豆に個性。はい。冷蔵なんか入れていただきました。ああ、もう少し抽出しても、もう少し引き目を細かくして、豆の成分を抽出しても、豆自体の個性をもっと引き出せるかな。ちょっと今安全に入れたけど、もっと細かく。細かくする方が、で雑味も出るけど成分もしっかり出る。けどこいつはまだ多分雑味に到達してないから、まだ細かくていいんで。大丈夫。うん、めちゃめちゃうまい。何口に入れた時のさ、尖りがないよ。ない。ブルマンですから。え、ブルマンってそういう豆なの？一応まあ、今はもうスペシャリティコーヒーっていうのがあって、別ジャンルがあるんだけど、昔はやっぱ国の名前で、例えばエチオピアだったらエチオピアモカ、うん、でタンザニアだったらキリマンジャロ、うんうんうん、でジャマイカがブルマン。あ、国なんだ。国で、まあ、ブラジルはブラジルナンバー2っていうのがあって、でコロンビアはスペインで、うん、もうそれがもうだいぶ決まってた。でそれってもうスペシャリティとかではなくて、もういわゆるノーマルの豆、うんうん、国を代表する豆があって、うんうん、でその中の王様がジャマイカのブルーマウンテン。あ、もう格が違いすぎる。そうなんだ。値段が全然違う。だからもともとブルーマウンテンはすげえんだ。すごい。もう、まあ、ブランド化に成功した豆。味も当然美味しい。もうバランスがいいという。相当うまいよ。相当うまい。俺毎日飲んでます。マジか。これ毎日いいな。あ、相当うまい。これが焼いて、今日が16だから焼いて4週間。これは自分は結構2週間から4週間ぐらい置くのが好きで、なんでかっていうと、それこそ角が、こうなんかこうトゲトゲした感じがなくなって、うんうん、それが2週間ぐらいあたりに丸みがこう伸びる感じ。あとはまあ豆の個性でどれだけそれが、まあ、期間的に距離が伸びるかっていう。この豆はこの焙煎で2週間ぐらいでと丸みが出てきたよっていう話。まあこれ2週間置けば確実に丸みが出るパターンの豆。ああ、そういうことだよね。で、その豆の種類によって、どれくらいかが変わっていく。まあ、エチオピアは置いた方がいい。ああ、そうなの。エチオピアは置いた方がいい。エチオピアは個性が結構強いもので、焼きたては、なんていうの、酸味がガツンときたりとかするけど、置くことによって酸味の中に甘みが混ざってる。すごいフルーティーだね。うん、まあやっぱり苦味がない分、うん、そういう味が前に出てる。苦味が全部消しちゃうから、あ、深くすると結局その最終的にたどり着くのは、全部どんないい豆でも最後にたどり着くのは炭焼き。ああ、そう、焦げた味だから、うん、だからその焦げた味をアクセントとして入れるのは OK だけど、焦げまくったら結局どの豆も全部同じ味になる。うん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 、やっぱ焦げ味になる。そう、焦げ味。うん、後味さ、果物っぽいよね。うん、
苦味はもうほぼないって言って、うん、ない苦味はもう全然苦味じゃないけど、あの、何なんだろう、焼いてるなっていうか、こう、うんうん、いう感じが鼻に抜けるだけで、うんうん、しかもそれが焦げてるわけじゃなくて、あ、そう、うん、焼いてるっていう、焼いてるっていう、うんうん、まあ、焙煎の中で、焙煎する方々がよく使う言葉はちょっとメイラード反応っていうんですけど、メイラードってあの玉ねぎが茶色くなる、はい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 、あの時に玉ねぎってそのまま食べると辛いじゃん、うん、生だ。でも炒めて茶色くなってきたら甘みが出てくるんですよ、うんうんうん、それがメイラード反応で、であのデベロップ反応、その次に先にあるのはデベロップ反応って言って、そのデベロップのそのフェーズに入ると今度はあの甘苦くなる、焦げが入るから、カラメルみたいな、そうカラメル化する。だからそのカラメル化しさせすぎると焦げる。ああそういうことか。だから玉ねぎで一番美味しいとこあるの、オニオンスープの絶妙にうまくなると、あの瞬間のところにどうやって焙煎で持っていくかっていうことを考える。難しいよね。難しい。でもめっちゃハマる。難しいよね。玉ねぎだってさ、だってあのドンピシャのとこで火止めたってダメだからさ、うん、後の余熱考えて火止めなきゃいけないじゃん。かといって焦がしすぎるとあの先っぽあのね細いところがカチカチになっちゃう。そうだからその辺はもうなんていうかな、そこがだから職人技になる。ああうまい。まあ、厳しいこと言って今70点。これで、うん、これで。で、頑張って引き上げて80点。俺の実力だったら頑張って。豆自体がまだ完成されてない感じがある。でもなんかさ、この判断する要素がさ、むちゃくちゃ多いじゃん。豆の種類、うん、焙煎具合、うん、引き具合、うん、寝かせ具合、引き具合、うんうん、一番やっぱ絶対押さえとかないといけないのはちゃんと生焼けになってないか、ちゃんと焼けてるか、焦がしてるんじゃなくて火がちゃんと通ってる。はい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 。別に最近こう浅入りの豆とか流行ってるけど浅かったらいいっていうことになって、うん、半生はダメだ。半生で飲むともうなんていうんですか、刺すような酸味と意外がすごい。あ、そうなんだ。そうだから見た目焼けてるように見えても、うん、ちゃんと水分が抜けてなかったりとかすると、おすげえなんかこう 青みがかった意外感がくるから、そこは完全に焼けてるけど表面は焼けてないみたいなのが浅いの極意みたいな。要するに焼いてるけど焼いてない、焼いてないけど焼いてるみたいなところの境目が極意。へえ。でも中に入れないから、うん、そうだ焼きようときに、うん、だからもう感覚焼いて飲んで焼いて飲んで繰り返しながらここだ。焼いてる途中で引っ張り出して、いや焼き終わった後にしばらく寝かせて2週間とか置いて飲んでみたら、うん、これはうまい、ここだって思って、あ、じゃあそれまでこう、じゃあこんだけはこれでやってみよう、こんだけはこれでやってみようで試していくってことね。だから一番いいのは自分が作りたいなと思うプロファイルを自分で作って、それで5種類で焼いちゃう。で5種類焼いて2週間置く。うんうん、2週間置いた後にこの5種類を入れてテイスティング、ああ、飲み比べてみる。でこいつだわってなったら、その焼き方のプロファイルを自分がそのパソコンで記憶してるから、うん、その通りにやってる。ああなるほどね。ただその5種類飲んでも全部ダメだわってなったらもう1回やり直し。そういうことだよね。そう、2週間までたどり着くまでしんどいな。それを各豆ごとやるってことでしょ。そうけど初め苦労したけど、だいたい豆の大きさとか香り、あとあの産地と、あと豆の製法で大体わかる。ああ、そのこう、じゃあこうどこどこのどれ、うん、どこどこのどういう豆のどんな感じだから、うん、この辺だなみたいなのがわかるなってことですね。その半年間ぐらいでもう100キロやるだけ。マジか、うん、だけもうさすがにある程度わかる。すごいね。なんかあれね、コーヒーショップの方なんだよ。だろう、うん、あ、私あのベニーズコーヒーっていうところのオーナーしておりましてコーヒー屋さんの旦過市場でコーヒー屋さんをしております。そんなふりっていうそんなふり